スコットランド常識学派。スコットランド常識学派は、18世紀から19世紀にかけて、スコットランドで形成された哲学の学派である。主に、デイビッド・ヒュームの会議主義への応答として始まり、イギリス経験論とも、大陸合理論とも異なるスコットランド独自の思想を形成した。常識という語に語弊があるので、しばしばコモンセンス学派とも呼ばれる。 スコットランド常識学派とは、ヒュームの主張した印象と観念を媒介とした認識論に対抗し、正当な知識の根拠を我々の常識、コモンセンスに訴えるという思想であり、トマス・リードに代表される哲学の学派である。常識学派の代表的な人物と目されるものは、リードの他に、ケームズ教ヘンリー・ヒューム、ジョージ・キャンベル、ジェームズ・ B.T.、ジェームズ・オズワルド、デュガルド、 スチュアート、ウィリアム・ハミルトン等がいる。18世紀中盤以降のスコットランド啓蒙思想の本流とでも呼ぶべき学派であり、道徳哲学としての古典派経済学の形成を育んだが、本校では基本的に個々の政治経済学説には踏み込まない。スコットランド常識学派は当初はアバディーン大学で、次にグラスゴー大学、 そして最後に、エディンバラ大学において、発展を遂げることになる。前日の通り、常識学派形成の最大の原因となったのは、デイビッド・ヒュームの人間本性論や、それに続く人間知性研究である。ヒュームの人間本性論は出版当時から宗教的、保守層から強烈な批判を受けていたのだが、一方で、スコットランドの思想界に重大な影響を与えた。 あとに、常識学派の代表的人物とみなされる、トマス・リードもまた、ヒュームの衝撃を受けた一人であった。アバディーン大学マーシャルカレッジで、ジョージ・ターンブル等から、バークリー哲学を教え渡後、ニューマーカーの教会で牧師をしていたリードは、人間本性論を読み、それまで受け入れていた学説を疑問視し始めた。一方、ヒュームが展開した、怪奇主義から、既存の道徳や、宗教、 とりわけ、スコットランドの伝統宗教である、長老派教会を擁護する試みとして、本格的に活動を始め、常識学派の形成を準備したのは、スコットランドの法律家、著述家であった、ケームズ教ヘンリー・ヒュームである。ケームズ教はその著書、道徳と自然宗教の原理、1751において、認識論と道徳論の二方面から、ヒュームの思想を批判した。 ケイムズ教は認識論においては我々は印象や観念を媒介せずに外的世界を直感できるという立場を強調し、道徳論においては道徳感覚の先見性を主張し、後の常識学派の流れを決定づけた。ケイムズ教の道徳と自然宗教の原理出版と時を同じくする1751年、トマス・リードはアバディーン大学のキングスカレッジに 道徳哲学のリージェント、教授として就任した。リードは、ケームズ教の原理から強く影響を受け、出版後直ちにその抜粋を執筆し、その後に、ケームズ教と文通を始めている。また、アバディーン大学では、ジャコバイトのランデの教員刷新以来、キングスカレッジとマーシャルカレッジという二つのカレッジを、中心として、低地地方の大都市に比べれば小規模なもののもうの,の、 苗床となる土台があり、1753年から始まるリージェント制から教授制への大学改革も、その啓蒙の傾向に拍車をかけていた。リードも早くから学内の哲学クラブをはじめとする研究会に参加、ヒュームやその批判者啓ームズの検討、及び感覚についての研究を行った。1758年、 リードを含む6名のアバディーン大学の教授らによって、哲学クラブと神学クラブ等を前身とする学術団体、アバディーン哲学協会が設立された。アバディーン哲学協会では、当時のスコットランドの諸学術団体、エディンバラ哲学協会、グラスゴー文芸協会等と同様に、自然科学から人文学まで幅広い議論が展開されていた。この 哲学協会での発表や討論の結果生まれたジョージ・ギャンベルの奇跡論1762リードの常識原理に基づく人間精神の研究、砲台、心の哲学1764の観光をもってスコットランド常識学派は世にその姿を表すこととなる。その後アダム・スミスの後任としてグラスゴー大学に転任したリードはそこを 常識学派の第二の拠点とし、人間の知的能力についてと、人間精神の能動的能力について、1788と異著作を相次いで発表した。これらの著作において、リードは近代哲学の会議主義的傾向、とりわけ、バークリーとヒュームの認識論を、哲学を破壊し、真理の可能性そのものを奪うことであると批判た。リードはデカルトに始まる。 近代哲学が懐疑的傾向を持った原因を、彼らが観念を媒介にすることでしか知識を獲得できないと主張した点に見出した。そして彼は認識の源泉を観念ではなく、精神の能力とその作用として、それ以上分析することができない、自明のコモンセンス、常識の原理を根拠とする認識論を構築し、精神の解剖学を樹立することを目指した。 リードの提唱した常識の原理から出発し、それを主に宗教の領域に適用したのがジェームズ・オズワルドであり、美学の領域に適用したのがジェームズ・ビーティーである。オズワルドとビーティーの活動により、常識学派の知名度や名声は高まるものの、リード本来の疑い得ない、コモンセンスに立脚した認識論の構築という意図から外れ、会議論への批判と、 宗教及び既存道徳の用語という側面が強調されて、一般的に受容されることとなった。ともあれ、オズワルドとビーティーによる常識学派の拡大は、この時期のスコットランド思想界を特徴づける重要な契機となる。宗教用語のための常識への訴えの著者であるジェームズ・オズワルドは、リードやビーティーとは異なり、スコットランド教会の有力な聖職者であった。 彼は議論と推論による神の存在証明を求める当時の支配的な立場だった恩憲派宗教人に対して疑問を提し、神の存在はコモンセンスと呼ばれる人間に独自な知覚、判断能力によ、直感的に把握できると主張した。真理の性質と普遍性、奇弁と会議論への反駁の著者であり、アバディーン協会の会員でもあったジェームズ・ビーティーは、 リードの主張に基本的には同調しながらも現代人の自弁的刑事上学ほど抱きすべきものはないと述べ近代哲学の伝統的刑事上学を非難した。彼はコモンセンスを全身的な論証によってではなく瞬発的で直感的な衝動によって教育や習慣ではなく自然に由来する衝動によって真理を知覚し信念を呼び起こす精神の能力と定義した。 彼によればこの能力は我々の意志と無関係にすべての人に共通、コモンの感覚、センスである。一般的にリード、オズワルド、BET の三人をもってスコットランド常識学派の代表者とされることが多いのは哲学者、科学者として著名であったイングランドのジョゼフ・プリーストリによって彼ら三人への反論、リード博士の研究、BET 博士の 論文及びオズワルド博士の訴えの検討1774が常識哲学への反論として広く受け入れられたことが聞いだろう。唯物論者でもあったプリーストリーはヒュームの会議論へ対抗したいという思いは常識学派と共にしていたものの存在を仮定された第6の感覚、すなわち常識にその基盤を置くことを容認できなかったのである。 プリーストリーの批判書はドイツ語やフランス語にも翻訳され、カントもそれを読んだとされている。プリーストリーへの再反論として、BT ・オズワルドの通俗受けした常識哲学から、リード本来の精神の解剖学としてのコモンセンス哲学への回帰の道を示したのが、リードの正当な後継者といわれる、エディンバラ大学の道徳哲学教授であったデュガルド・スチュアートである。 スチュアートは、エディンバラ王立協会のリード追悼講演において、常識の原理という言葉がリードの思想を曲解させてきたと指摘し、常識、コモンセンスという語の代わりに、信念の基本法則という名称を用いることを提案した。彼は、常識、すなわち、信念の基本法則を、それがなければ、この世のすべての業務が、直ちに停止することになる。 あの人間本性の基本構造として再定義し、ここから常識哲学は新たな発展を遂げることとなる。スチュアートは認識論を常識哲学の第一部門として人間精神哲学の諸要素1792を刊行し、倫理学を第二部門として人間能動的、道徳的能力の哲学1828を刊行した。残る 第三部門、経済学についての著作は計画されていたものの、実現せず、ハミルトンの編集による講義録1855が残されるのみであった。スチュアートは政治経済学を道徳哲学から切り離し、初めて新しい学問として独立した講義を行ったことでも知られている。エディンバラにおけるスチュアートの活動は多くの弟子を生み出した。また、 当時のエディンバラの知的環境の中でも最も注目すべきは評論誌エディンバラレビューの勘であった。スチュアートの弟子たちの論文がその紙面に載ることも多く、そしてその中でも最も常識学派の流れを継承し、大陸の観念論哲学とも、イングランドの経験論哲学とも異なる、スコットンド常識学派という流れを受け継いだのは、トマス・ブラウンとウィリアム・ハミルトン教である。 エディンバラレビューの初期の論客として、イマヌエル・カントや、エラズマス・ダーウィンに対する批判を執筆していたことで、知られるトマス・ブラウンは、スチュアートの直接の公認として、道徳哲学の教授となった。彼は、その著作、人間精神の哲学の講義において、ハートリー由来の関連連合心理学をリードの常識哲学に導入し、リードの思想において春別されていた感覚と、 資格との関係を論じた。ブラウンは若くして亡くなったものの、関連連合心理学の発展に多く貢献したと言われている。J.S. ミルからの過烈な批判でも知られる、ウィリアム・ハミルトン卿は、スチュアートからリードの常識哲学を受け継いだとともに、ブラウンとは逆に、カントの批判哲学を積極的に受容するように、努めた。ハミルトンは、エディンバラレビューに掲載された。 空山の認識論を批判する論文、無制約者の哲学において、我々は制約されたものしか認識できないとする相対的認識を展開した。すなわち、彼によれば、考えることとは条件づけることであり、すべての対象は他との関係を認識することによって知ることができる。それゆえに、条件づけられない無限や永遠を認識することはできないのである。 この論文をきっかけとしてハミルトンは、エディンバラ大学に、論理学、刑事条学の教授としての職を得ることにこうした。ハミルトンは、論理学をはじめとして、多くの業績を残し、彼の著作はスコットランドのみならず、イングランド国内でも広く受け入れられ、さらには、フランススピリチュアリズムにも広く影響を与えた。ハミルトンはまた、リードの著作やスチュアートの意向を編纂し、 トマスリード著作集、全2巻や、デュガルド、スチュアート全集全11巻を刊行した。スコットランド常識学派は、ウィリアム・ハミルトン教を最後として、イギリス関連論、あるいは、直感主義に吸収された。例えば、ハミルトンの弟子で、ヘーゲル研究で知られるジェームス・ハチソ・スターリングは、イングランドのトーマス・ヒル・グリーンやジョン・マクタガード等と、並び、 イギリス観念論の主要人物の一人として見なされるものの、スコットランドの哲学者として見なされることはあまりない。スコットランドのイングランド化が進み、スコットランドで学んだ学者がイングランドで教鞭を取ることも、またその逆も珍しくなくなった。スコットランドの大学が持っていた独自の伝統とともに、常識学派というくくりもまた消滅したのである。しかしながら、 常識学派は消滅したとはいえ、その思想は様々な姿で受け継がれている。例えば戦術のイギリス観念論である、ハミルトンの直系の弟子であるマンセルやスターリングを、はじめとして、イギリスの哲学者とりわけ直感主義に立つヘンリー、シジウィックやジー、イームアのような哲学者は、リードやスチュアートの伝統を守り、コモンセンスを重要視していた。 海峡を渡ったフランスにおいては、メーヌ・ド・ビランや、ロワイエイコール・コラールによってかなり早期から、リードやスチュアートの哲学の需要は、進んでいた。彼らの影響を強く受けたビクトル・クーザンは、常識学派の内観への注目などの観点から、思想を展開させ、後に、フランススピリチュアリスムと呼ばれる、アンリ・リベルクソンに至る思想潮流を形成することとなる。また、クーザンは、 ハミルトン教と論争を繰り広げるなど、後期常識学派へも強く影響を与えた点も、見過ごすことはできない。大西洋を渡ったアメリカにおいては、常識学派の著作は、その影響を強く受けたジェームズ・マコッシュらにより、長老派系の大学、例えば、プリンストン大学の教養科目として幅広く、利用され、後に、チャールズ・パースによって、 批判的常識主義として新たな展開を迎えることになる。このように、常識学派とは、真剣な哲学の試みであるとは言えないどころではなく、現代思想の源流の一つとして、重要な位置づけをなされるべき思想なのである。ケームズ教ヘンリー・ヒューム、1696年、1782年12月27日、トマス・リード、1710年、 4月26日から1796年10月7日、ジョージ・キャンベル、1719年、12月25日1796年4月6日、ジェームズ・ビーティー、1735年、10月25日、1803年8月18日、ジェームズ・オズワルド、ジェームズ・オズワルド、1703年1793年、デュガルド・スチュアート、 1753年11月22日から1828年6月11日、ジェームズ・マッキントッシュ、1765年10月24日1832年5月30日、トマス・ブラウン、ウィリアム・ハミルトン、1788年3月8日1856年5月6日、ジェームズ・カイ・フェリアー、ジェームズ・ハッチソン・スターリング、ジェームズ・ハッチソン・スターリング、 1820年1月22日から1909年3月19日。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。